いかがだったでしょうか。今ね、お見せした映像作品は、すべてこのインスタ3605というね、小さなカメラで撮影したものです。こんなね、小さなね、僕の親指に隠れちゃうぐらいのサイズのカメラで、面白い映像がね、もう簡単に撮れちゃう、時代なんですね。というわけで、今回はこのインスタ3605というカメラをインスタ360さんから、無料レンタルさせていただいたので、この小さな、ね、カメラについて、お話ししていこうと思います。発売日は今年の9月で、結構時間も経っていて、もうすでに大手の、ね、YouTuber さんたちが、このカメラの、ね、詳しい操作方法とか、スペックなんかはね、もうすでに散々紹介されていますので、僕の方ではね、その部分は割愛させていただきます。まあ、一応簡単に操作方法説明すると、このレンズの下にね、裏側にボタンがあります。でこれは表からも押せます。で1回タップすると、デフォルトだと30秒の動画が撮れます。で30秒以内でもね、切りたかったらもう1回タップすると録画が止まります。で2回タップするとハイパーラプスで、3回タップするとスローモーションが撮れる設定になってます。でこの設定はスマホとつなげると変えることができます。撮れる時間もね、15秒30秒60秒と、今の時点ではその3つが設定可能です。まあ、あとは2回タップしたらハイパーラプスっていうのをやめてスローモーションに変えてみたりとか、その辺のね、細かい設定も、スマホにつなげば、できます。で撮影した、短い映像のことをクリップって言うんですけれど、スマホの、ね、アプリで AI が BGM に合わせてね、そのクリップをもう本当にいい感じに並べてくれて、いい感じの動画をね、サクッと作ってくれます。でその AI が作ってくれる映像の長さがだいたい数十秒ぐらいなんで、そのままね、それをインスタのストーリーズとか、まあ、TikTok とかにね、ささっと上げちゃって、まあ、SNS にね、すごい相性がいいカメラで、もうまさに今この時代を象徴するかのようなね、カメラだと思います。でこのカメラはもう本当に撮ってる人はボタンを押すだけで、今何が撮れてるかっていうプレビュー画面ももちろんないので、どんなね、絵が撮れてるかっていうのはある意味は後で見た時のお楽しみっていう感じではあるんですけれど、レンズがもう超広角なんですよ。もう魚眼レンズみたいな感じで、だいたいこのカメラの前にあるものは全部映ってると、まあ、そういう風に思っていただいてもいいと思います。なんでね、この従来のね、このカメラを構えてファインダーを覗いてフレームに何が映ってるか、構造をどうするかみたいなところは一切考えなくていいカメラで、そういう行為すらもう過去のものになったみたいな、車のね、自動運転、AI 時代の、マニュアル運転とかね、オートマの運転がね、まあ、そんな時代もあったよねみたいな感じの感覚に多分近いと思います。まだなってませんけどでそんなね、現代を象徴するかのようなこのインスタ3605というカメラなんですが、じゃあこの小さなカメラだけでもうガチで撮影をして、今僕が持っているフルスキルを全開放してどれくらいの映像作品が撮れるのかっていう PC での本気編集と、先ほどちょっとご紹介した AI によるね、自動編集で、スマホアプリの中で AI だけじゃなくて自分で、編集することもできるんですが、その3つをね、比較してみて、このカメラがどんな人がどんな使い方をするのがベストなのかっていうのを今回の動画では探っていこうと思います。実際この3日間ぐらいね、ぶっ通しでこのカメラを使ってきまして、全部で100クリップ以上撮ってきました。でその上でね、使い勝手とか癖みたいなものがいろいろ見えてきたんで、そんなところもね、話せたらと思います。じゃあまずはこのインスタ3605で本気で撮影をしてきたっていうところの話をしてみようと思います。まず冒頭の映像作品を撮るにあたって、どんなね、作品にしようかっていう風でテーマとかストーリーとか、あとロケ地とかいろいろ考えました。で概要がまとまってから、いざ撮影って形で行ってきたんですけど、事前にイメージした構図で撮影をしていくんですけど、まあ、そもそもプレビュー画面がないんで全部勘です。超広角なんで全部が入ってるのは分かるんですけど、この狙った この構図で撮りたいっていう風に思って撮影するともう超大変です。で、確認するには1回撮影が終わったら、三脚から外してスマホにつなげて、あ
ちょっと背景が映りすぎてたな、もうちょっと近づかないとダメだったなとかっていうのの、調整の繰り返しで、そういう撮り方はね、かなりこのカメラ向きではないと思いました。もう特にこの手元だけをアップで撮りたいとか、ある被写体をこう印象的にね大きく見せたいと思っても、普通のカメラの感覚の距離感で撮るとあまりにも遠くになりすぎちゃうんですね。例えばこのシーン、グローブをねバッと装着するとこなんですけど、これを撮るためにはね、もうこれぐらいの距離で撮らないと、この絵は撮れませんでした。これぐらいだと遥か彼方に手があるみたいな感じになっちゃって、そういうところのね、連続でした。まあ、とにかく映る範囲がもう広すぎて、まあ、全部入っちゃうと。だから下手すりゃこういうふうに指で持っても指が入っちゃったりするんで、もうそこはすごく注意が必要でした。であと例えばこういうシーン、カメラの前をねこうバーッと横切っていくようなシーンを撮るときに、完全にこう横切ってここは大丈夫だろうっていうところが全部入ってて横切れてなかったみたいな、撮った後になんかちょっと恥ずかしい感じになることがね多々ありました。それぐらい超広角なんで、狙ったね構図を撮るっていうのは結構難しかったです。あとその広さゆえに映り込んでほしくないものまで全部映り込んじゃうって形で、それもやっぱプレビュー画面がないんで結構しんどかったです。でこのシーンでちょっとお見せしたんですけど、まあ、うちに転がってた、適当な板を、まあ、三脚に固定してタオルを使ってね簡易的なカメラスライダーを作ってみたんですけれど、やっぱり画角が広すぎちゃってこういう平行移動みたいなものも、効果があんまり、感じられなくて、こういうちょっとカッコつけた撮影も向いてないなっていうふうに思いました。ただアクションカム的なその一人称視点の映像はもうめちゃくちゃ撮りやすかったですね。やっぱこの小ささもありますし、こういうねマグネットタイプの、ペンダントがあって、まあ、これを服の中に入れてこうパチンとねマグネットにひっついて、まあ、ここでハンズフリーで撮れるんですけれど、まあ、あとヘルメットにもつけたりもできるんですが、かなり、頑丈そうな作りでもありますし、ちょっとぐらい水に濡れてもへっちゃらなんで、もう本当現場向きというか外撮影にはね重宝できるようなカメラだなと思いました。なんでエクストリーム系のねスポーツとかにはかなり相性がいいと思います。で手ブレ補正もかなり強力なんで、もう雑に歩いてもね結構ヌルヌルした映像が撮れました。ただサイズ的な問題で積んでるセンサーサイズもかなりちっちゃいと思うんですが、映像のクオリティはそんなに求めちゃいけないカメラではあると思いました。まあ、実際綺麗なんですけれど、暗証ではやっぱりノイズがすごく乗っちゃいますね。でログ撮影はまあもちろんなんですけど、シャッター速度とか、まあ、露出とか ISO 感度とか、もうマニュアル撮影はね一切できません。もうただボタンを押すだけのもうフルオートです。まあ、将来的にね、アップデートをされてどうなるかっていうのは分かりませんが、なんかなさそうだなって思います。なんかそういう目的のカメラじゃないなっていう感じがするんで。で電池の持ちは、思っていたより全然良かったです。っていうのも、この充電ケースをね常に一緒に持ち歩いて、映像の確認にスマホでつなげるときに、必ずここに、こういうふうにくっつけてやるんで、まあ、その度に充電されるっていうところもあるんですが、それよりも本体の中のストレージが8ギガしかないですね。で外部メモリーにも対応してないんで、ここの8ギガってあっという間に溜まっちゃうんですよ、ずっと撮ってると。でその度に、スマホに転送して消すっていう行為が結構めんどくさかったです。まあ、とはいえ今回はねもう対策を作ってやろうみたいな感じでね、もう一日中撮りまくってたっていうところもあるんで、普段使いならそんなにストレージのことを気にする必要はないかもしれません。でこの1回の撮影時間なんですけれど、15秒30秒60秒と選べるんですけれど、僕の今回の作品は自転車のシーン以外は全部15秒でこと足りました。まあ、自転車のシーンは、まあ、セットして、自転車に乗りに行ってアクションしてみたいな仕込みの時間があるんで、まあ、それでも、30秒60秒もうその2つの設定があれば、十分に、こと足りました。じゃあ次はね PC での編集の時の話なんですが、僕はちょっと iPhone を使ってるんでちょっと iPhone での説明になるんですけれど、まずこのカメラを iPhone につなげます。でカメラのストレージの中に入っているクリップをスマホのアプリのライブラリの中に入れます。でアプリ内に入ったクリップは次にカメラロールにまたコピーします。これがねかなり時間がかかって、動画の画質向上っていうチェックボックスがあって、これをチェックしとかないと品質が落ちて
てしまうんで、これをチェックした上でエクスポートすると本当時間がかかるんですね。で、69クリップをカメラロールにエクスポートするのに、約1時間ちょっとかかりました。で、この作業が結構待たされるなっていう感じがあって、でそこからさらにカメラロールに入ったクリップをエアドロップ経由で Mac に持っていくと。で、僕の場合はそこから外付け SSD で編集をしてるんで、そこにまたコピーするみたいなね、 PC で編集するまでのそのデータの移行っていうのがね、かなり手間がかかるという感じでした。で、 PC までね持って行っちゃえば、あとは普通にいつも通りの編集をするんですけれど、画像サイズが 1920×1080、まあ、フル HD の画像でエクスポートされるんですけど、実際は撮影するときは 2720×2720 の正方形でね記録されてるんですよ。で、そのサイズはスマホのアプリで編集するときはそのフルの大きさで編集できるんですけれど、どうしてもこういうふうにエクスポートするとフル HD の、スマホ用の縦位置の画像か、普通のパソコンで見るときの横位置、もしくは正方形に切り取られちゃうんで、できればね PC でも取っ手出しのサイズでね編集させてもらえたらって、思いました。で、さらにスローモーション動画については 1600×900 っていう、さらにねフル HD よりもちっちゃい画像で記録されるんで、それもね PC で編集する際はスローモーション画像です。もともとちょっとノイズが乗りがちだったり、映像的に厳しいものがあるんですけど、画像サイズが小さくてね拡大しないといけないんで、そこもちょっと辛いなというふうに思いました。で、映像の色の味付けはかなりこってりしてて、コントラストも高めですね。なんで後でカラグレしたり、まあ、今回ラットも当ててるんですけど、結構当てづらかったです。で、今回のこの PC 編集で作った映像はスマホアプリではちょっとできないような編集もちょっとしてあります。その中でレンズ歪み補正、どうしてもねこの魚眼に近いような釣り方するんで歪むんですよね。で、その歪みをね矯正してあげて、もういかにもアクションカムで撮りましたみたいな映像をもうちょっとシネマチックにね見せようと思って、歪みを撮ったんですけど、その分若干、画角は狭くなってます。じゃあ次にスマホアプリの AI 編集についてなんですが、ストーリーズタブからテンプレートを選択するとライフ、トラベル、スポーツっていうね新別のカテゴリー分けがされてまして、それぞれにいろんなテンプレートが入ってます。で、今回僕は以前自分の動画でチョイスした BGM がね使われていたテンプレートがあったんで、それを選んでみました。もうほんの数秒でそのテンプレートで使用されている BGM のリズムに合わせてめちゃくちゃノリのいい動画をねもう秒で作ってくれます。で、 AI に完全にお任せして作った動画がこちらになります。はい、派手なトランジションをね多用するともう逆にダサくなったり素人っぽい感じになるんで、僕はそんなにトランジションをねこれまで使ってこなかったんですけど、センスよく多用すると動画にねグルーヴ感みたいなのを出せて、かなりエクストリーム感というかもう今っぽい感じのね映像が作れるんだっていうのをね、今回この AI が作ってくれた動画を見てね学びました。ただスマート編集にお任せしてしまうと、まあ、自分が想定していた時間軸とか意図みたいな部分が完全に無視されちゃって、画像認識判断での最適解を選ばれてしまうんで、内容やストーリー設定にこだわりたい人はね自分で後からクリップを並び替えることもできます。で、その部分を自分で修正したバージョンが、こちらになります。はい、いかがだったでしょうか。やられたなっていう感じがしました。僕が最初に考えたテーマというか伝えたかった内容っていうのも全部入って
しまっていて使ったクリップもね20個ぐらいで、まあ、実際撮ったのが100ぐらいだったことを考えるともう本当に断捨離をねせざるを得ないというところはあるんですけど、そのおかげでやっぱりその本質だけがね残るというかかなりミニマルな感じで、そういう意味では PC 編集だったらねこう際限なくクリップ数を扱えるんで、どっちがいいってわけじゃないですけど、短くてかなりストレートに言いたいことが伝えられるっていう意味ではこのスマホでの動画編集を全然ありだなっていうふうに思いました。ちなみに PC 編集で使ったクリップ数は70でした。でこの修正に要した時間はだいたい15分ぐらいでした。なんで AI に任せて数秒、そこから修正に15分ぐらいなんで、普段僕はね PC で動画の編集作業をしてるんで、まあ、そのあたりの理解があった部分もはあるにせよ、初めての方でもかなりね直感的に動画の編集ができるなっていう印象を持ちました。 UI に慣れちゃえばもう誰でもサクッとできる感じがしました。ちなみに冒頭でお見せした PC で作った映像は制作時間は11時間ですじゃあ次に AI 任せじゃなくてもう一からスマホアプリ内で動画を作る場合での話なんですが、まず撮ったクリップの中からその動画で使用したいクリップを選びます。でこれは最大で30クリップ選べます。で選んだクリップの中でそのクリップの中で使いたい部分をトリミングしていきます。であとはその動画内で使いたい BGM を選曲できるんですけれど、このね BGM がねすごいリッチなんですよ。で僕のね普段の動画でかけている音楽はアートリストっていうサブスクの BGM サービスなんですね。で結構プロ用途でも使われているサービスみたいなんですけれど、そこで楽曲を提供しているアーティストさんの曲がこのインスタ3605のアプリ内で結構使われていて、これがねそのまま使えるのはめちゃくちゃいいなって思いました。で AI のテンプレート編集も含めてなんですけれど、各クリップに対してできる調整がもう本当 PC 編集でできる、まあ、基本的な部分をまあ、ほぼ網羅してるって言っていいぐらいのことができて、でその編集の仕方も、まあ、インスタグラムとかでね写真加工したことがある人だったら、まあ、ほぼ迷うことなくね編集ができちゃうような感じにまとめられてて、すごいなって思いました。で実際にスマホアプリで一から編集した動画がこちらになります。はい、いかがだったでしょうか。冒頭でお見せした PC で編集した映像作品にねかなり雰囲気がね近い感じで作ることができました。ただ AI のねテンプレート編集みたいにBGM のリズムに合わせてこうシーンが変わっていくっていうところはねやってもらえないので、もうそこはね手動で合わせていくしかないんですけど、正直そこはねかなり難しいです。
まあ、特に僕はね、普段動画を作るとき BGM のリズムに合わせてシーンが変わるっていうのはすごく大事にしてる部分なんで、そこがね今のこの UI では調整がかなり難しかったんで、まあ、そういうところを気にされない方だったら全然ありだと思います。で、今回この動画にかかった制作時間は約1時間ぐらいでしたかね。で、その1時間をかけるんだったら AI にねお任せしてサクッとかっこいい動画を作ってもらって、あとちょっと微調整をするっていうのがいいかなっていうふうに思いました。ただテンプレートの編集はどうしても似通った感じにはなってしまうんで、できればね一からやりたいっていう人で、それでもちょっと PC の編集はちょっと敷居が高いっていう方にはスマホ内で自分でやるっていうやり方もかなりいいのかなというふうには思いました。しかもねこういう形で編集をすることで本格的にね動画やってみたいなって思うきっかけにもなるかなっていうふうに思いました。まあ、ただねスマホアプリで編集するときに、まあ、タイトルとかねフォントを入れることができるんですけど、そのフォントの種類がすごい少ないんで、なんかもっと自由にやりたい場合はやっぱり PC かなっていうふうに思います。だからステップアップにはちょうどいいのかもしれないですね。というわけで本気の PC 編集と AI による自動編集、あとスマホアプリでね一から自分でする編集の3つを比べてみて、僕が導き出した答えは、無理に自分色を出そうとあがくよりも、もう偶然性に身を任せて撮影して、であとは AI にねお任せして編集して、でそこにちょっと手を加えることで、もう誰でも簡単にね超かっこいい動画が作れて、もう映像クリエイターになったような気分に浸れて、でかつまあ、それがきっかけでねちょっと映像をやってみようかって思うようなきっかけになる、そんなカメラでした。もともとカメラ好きの方とか、まあ、映像制作をしている方にとっては、まあ、このカメラがねメインカメラになるということはまずないかもしれないんですけれど、このカメラだからこそ撮れる映像表現っていうのも確かにあるし、制作している作品のねスパイス的な要素として十分ねこの存在価値をね発揮してくれるカメラだと思いました。あと AI の編集も正直突っ込みどころは多々ありますし、全く自分のね意図みたいなのは反映してくれないんですけど、将来的に、まあ、僕みたいにこう妙な熱量を持ってね何でも自分の思った通りに編集したいっていう方でも、自分のねパーソナルな情報をね提供することで、より自分らしいね作品の作り方に寄せたりとか、自分が思っているメッセージ性みたいなものを汲み取ってくれるような、そんな風になるかもしれないですね。まあ、もしもねそれが実現できるような世の中になってたとしたらね、もう一体どれだけのね個人情報をね提供しなきゃいけないのかって思うと、もう若干怖くはなりますけど、まあ、その怖いっていう感覚も、まあ、もしかしたら古い考えにその頃にはなってるかもしれないですね。まあ、プライバシーとかなんだっけみたいな、そんな時代になってるかもしれないです。まあ、いずれにしてもね AI によってなんか職が奪われるとか置き換わるっていうところをねもうビビるよりも、道具として使いこなして相棒的なね距離感で接していくっていうのが正解な気がします。まあ、今回このインスタ360GO をね通して、もうカメラの進化の方向性とか、これからの映像制作の在り方みたいなものの、ね、一端を垣間見た気がしました。道具の進化は人類の進化、僕も今後もね柔軟に生きていこうと思います。というわけで今回はこのインスタ360GO を本気で編集してみて、このカメラのね本質と向き合い方みたいなものを考察してみたという動画でした。このチャンネルがまた見てみたいなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってます。ぜひぜひフォローしてみてください。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。モノキトでした。ではでは。